はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回の動画では新キャラクターのショウは、本当に強いのかどうかを無凸レベル90まで育成して試していく動画になります。また後半部分では、ショウを実際どういう風に使えば強いのか、ショウにはどういう装備、生物が合うのかというのも見ていきたいと思います。いきなり映像で見てもらっている通り、ショウは自分の HP を犠牲にすることで圧倒的効果力を出せるキャラクターになっています。さらに元素爆発中は高くジャンプができるようになりますので、一人でも落下攻撃を連発することが可能になっています。使いづらさはあるものの、全ての性能を攻撃に特化させたようなロマンのあるキャラクターになっていますので、ぜひね、動画を最後まで見て、ショウを引くかどうかの参考にしてみてください。ではやっていきましょう。では早速ですが、皆さんが一番気になっているであろうところ、ショウはね、実際どれぐらいダメージを出せるのかっていうのを試していきたいと思います。また今回使っていくショウ、そして武器はですね、共に無凸かつレベル90になっています。武器に関しては一応星4のものを使っていきますね。詳しい装備とかに関しては、この後お見せします。ではいつものように遺跡守衛を殴ってダメージを確かめていきましょう。まずは元素スキルですね。開始時1万7000ダメージ出ています。さらにこの元素スキルは無凸でもね、2回までストックできるようになっていますんで、まあ、連続して打つことも可能になっています。でちょっと元素スキルのダメージが伸びているのにお気づきでしょうか。ショウは固有テンプによって元素スキルの火力をどんどん上げていくことが可能になっています。なんで最初は1万7000ダメージでしたが、固有テンプによって2万ダメージまで伸びています。元素スキルだけで見ても結構な高倍率、かつ2回打てますから、火力面では相当なものになっています。では続いて、肝心の元素爆発を見ていきましょう。爆発時は槍キャラにもかかわらず両手剣並みの、高いダメージを叩き出していますね。さらに落下攻撃は開始時2万3000ダメージととんでもない火力になっています。これがほとんどためなし、しかもですね、広範囲にダメージを出せますから、やはりこの落下攻撃をうまく使うというのが、このショウを使う上での鍵になると思っています。では今使ったショウの装備やステータスを確認していきます。攻撃力は2197となっていますね。会心率 87%、 会心ダメージ182と、まあ、かなり高く見えますが、ショウは突破時のボーナスが会心率、かつね、今回使っている武器の手刀の槍はですね、会心率がめちゃくちゃ伸びる武器になっていますんで、まあ意外と、この辺をね、装備すれば簡単に会心率を上げることが可能になっています。さらに手刀の槍はレベル90かつ精錬ランク1ですね。まあ機構さえ課金できれば誰でも1本は入手できる武器になっています。そして生物、水力の影2セットプラス剣闘士のフィナーレ2セットですね。はい、で星座ですが無凸、テンプは776というふうになっています。一応今回は手刀の槍を使っていますが、全然理想武器ってわけでもないですし、他にもね、いっぱい武器の候補ありますんで、その辺はご安心ください。詳しい武器の説明は後半でやっていきます。まあというわけで、ショウというキャラクターの強みはめちゃくちゃシンプルです。火力が高く、さらに機動力も高い、攻撃に特化したような性能ですね。それに加えて、ショウは数元素アタッカーになりますから、まあ、元素反応で高いダメージを出すことはできないものの、どの元素、気温元素と組み合わせても、拡散反応が起こせますから、まあ、サポートキャラを選ばないという利点がありますね。今見てもらってる通り、まあ、シャンリンやフィッシュルだったり、他にもね、ナナとかユクアキのような継続して元素を付与できるサポートであれば基本的に誰とでも噛み合います。なので皆さんの育てている、まあ、元素反応サポートをとりあえずくっつけるだけでパーティーとしてね、形になりやすいという、強みはあります。では次にですね、皆さんがガチャを引く上で参考にしてもらうためにも、ショウの弱点についてもしっかりと解説をしていきます。ではまず弱点その1、元素爆発中毎秒 HP を失い続けるという点です。テンプレベル6の段階で毎秒 2.5% 現在 HP を失っていきます。下の HP バーを見ればわかりますが、結構このダメージが痛いです。まあこの弱点を補うために、当然ね、解決策としてはヒーラーを採用することです。今回使っているナナのような継続して回復できるキャラと組ませればかなり安全ですね。最低でもサブヒーラーと言いますか、まあ、回復能力が少しでもあるキャラを編成しないと、連続して元素爆発を使うのがかなり難しいです。料理で回復するというのももちろんありですが、螺旋とかのコンテンツでは料理が使えないんでね、その点は注意が必要です。それと実はショウの自傷ダメージといいますか、まあ、元素爆発中の HP 減少の数値はですね、テンプレベルを上げることで下げることが可能です。ちょっとこれ以降のテンプレベルでどうなっていくかっていうのは確認できてないんですが、少なくともね、テンプレベル6から7に上がるときに HP 減少は 2.5% から 2% まで下がります。では続いてショウの弱点その2は元素ゲージのためづらさですね。今見てもらってる通り、元素スキル1発につき元素の粒子が3つ生成されますんで、まあ、スキルの、粒子生成は優秀なんですよね。
ただ元素爆発の必要ゲージが70で、しかもね、どうしても元素爆発前提のキャラになってしまいますから、どうしてもゲージの溜めづらさっていうのが目立ってしまいます。で、お試しで章を使った方は普通に元素爆発溜めれたよと思うかもしれないんですが、実はお試しって元素爆発溜めやすくなってるんですよね。なんでお試しプレイの感覚で章を使うと多分ね、溜めづらさに驚くと思います。で、さらにもう一点、これ使用かどうかいまいちわからないんですが、元素爆発中に元素スキルを打っても粒子が発生しません。これが使用だとしたら元素爆発をループさせるっていうのもかなり難しくなりますし、どうしてもね、元素爆発が終わった後スキルを打たなければいけなくなります。単純にゲージを溜めづらく、スキルを打つタイミングも制限されるっていうのがやっぱりね、大きな弱点かなと思います。という2つが、まあ、ショーのね、圧倒的な力の代償といいますか、まあ、弱点となっています。ショーというキャラをしっかりと再現した性能でもありますよね。それとショーは圧倒的なメインアタッカー性能はあるんですが、逆を言うとね、メインアタッカー以外の適性がほとんどありません。例えばカウンがメインアタッカー、サブアタッカー、元素反応サポートっていう3つの役割が持てるのに対して、ショーはね、本当にメインアタッカーに特化した性能になってます。で、タルタリアのように突することでね、他の役割が生まれたりっていうことも基本的にありません。なんでショーを引こうかどうか迷っている方は、自分にとってメインアタッカーが必要かどうかっていうのもね、しっかり考えた方がいいと思います。ちょっとね、弱点について長く話してしまいましたが、まあ、ショーというキャラを解説する上で避けて通れない部分だと思います。むしろその弱点をいかに補って火力を出していくかっていうのがね、ショーを使う上で楽しい部分だと思いますんで、ぜひね、皆さん、この辺も考えて引いてみてください。では、ここからは後半部分、ショーのおすすめの装備だったり、どういうキャラとどういう風に使えば強いのかっていうのを説明していきます。まずは候補となる武器についてですね。正直星5の槍はもう全部強いです。天空槍もそうですし、カークーンはもちろん強いですね。なんで星5の槍を持ってる方はもう、迷いなくそれを装備して強化してあげてください。今回はなるべく多くの方の参考になるように星4武器のね、候補を見ていきます。まずは候補1、黒岩槍ですね。これはショーの突破時ボーナスが会心率になっていますんで、黒岩のね、サブオプションの会心ダメージがうまく噛み合います。さらに武器効果で攻撃力も上げれますから、ショーにとっては非常にバランスよくステータスを上げることが可能です。当然デメリットとしてスターライトが必要な点、またね、今月は旧貴族になりますんで来月まで待たなければいけないという点が、あります。続いて候補に首刀の槍ですね。僕は今回の動画で使っていた武器になります。メリットとして武器効果がね、どの場面でも安定して強いっていう点なんですが、ただデメリットが、ショーは突破時ボーナスが会心率なんで、ちょっと会心率が過剰に盛りすぎてしまうというんで、装備が難しくなりますね。さらに天空機構の課金も当然必須になりますし、基礎攻撃力が低いっていうのもちょっとネックになってます。で、最後は星釜試作ですね。メリットは簡単に入手できる点と、あとサブオプションの元素チャージ効率もショーにとっては、結構ありがたい能力になってます。ただ、落下攻撃にあまり影響がない上に、ショーってダメージバフを自分で大量に持ってるんですよね。元素爆発で一気にダメージバフ手に入りますから、ちょっと武器効果のダメージバフの恩恵は、まあ、他のね、効果に比べると少ないかなと思います。この他にも旧貴族槍だったり清風槍も、全然ね、強く使えますし、星4武器でも何ら問題なく強いキャラですね。ただもちろんね、星5武器はスペックが高いですし、メインアタッカーとの噛み合いが全部いいですから、もちろんそれらの武器を持ってるんであれば章を引く優先度は上がります。では次に生物、生物セットは基本的には、水力2セットプラス剣闘士2セットだと思います。剣闘士4セットだったり坂飛び4セットは、まあ、落下攻撃にはダメージバフがつかないんですよね。なんで落下攻撃、通常攻撃、まあ、爆発中のね、通常攻撃だったり、あと元素スキル、これら全ての火力を上げれる、水力2セット、剣闘士2セットが、第一候補に上がります。そして第二候補としては、拡散反応を絡めた、通常攻撃で戦っていく剣闘士4セットですね。通常攻撃であれば拡散反応もバンバン起きますから、フィッシュルとかのね、手数の多い、元素反応サポートと組み合わせるのであれば、この選択肢も十分ありだと思います。ただ僕の感覚で申し訳ないんですが、使ってる感じでは落下攻撃の方が火力は出せますね。しかも厳選的に考えても剣闘士4ってめちゃくちゃ大変なんで、まあ、やっぱ水力2剣闘士2が、僕的にはおすすめになります。あとはまあ勝利とかのシールドと組み合わせる場合のみ坂飛び4セットもありだと思います。すでに坂飛びが揃ってるよという方は、全然問題なく装備させて OK です。で、メインオプションサブオプションは、まあ、特別変なところはありませんね。一般的な火力キャラの、付け方だと思います。ただ章は突破時のボーナスが会心率になりますんで、まあ、会心率が過剰に漏れてしまっている場合は、冠を会心ダメにしてください。
特に火白炎や死闘の槍は、オプションでね会心率が漏れますんで、そういう場合はもう間違いなく冠や会心ダメにしてください。では最後にショーのパーティー例といいますか、相性のいいキャラを見ていきたいと思います。今回の動画でもたびたび登場しましたが、まずはシャンリンですね。これ単純に元素をばらまけるっていうだけじゃなくて、実は大きくジャンプしてもこの地面をね這うように元素爆発が回ってくれます。なんでショーがジャンプしてる間もしっかりね、地面でダメージを出してくれるという点から、めちゃくちゃ相性がいい元素爆発になっています。シャンリンの元素爆発の範囲とショーの落下攻撃の範囲も綺麗に重なっていますんで、まあ範囲の面で見ても、相性がいいですね。特にシャンリンを4凸できている方にはぜひね使ってみてもらいたいと思います。続いてはフィッシュルというかオズとの組み合わせですね。フィッシュルのオズが継続的に雷を付与してくれますんで、ショーのね通常攻撃でバンバン拡散が発生します。さらにフィッシュルが貫突できていれば、通常攻撃のために雷を飛ばしてくれますから、もう全自動で拡散が発生するというわけですね。通常攻撃だけじゃなくて落下攻撃でもしっかり拡散反応を起こせます。まあこれはショートの組み合わせに限った話じゃありませんが、とりあえず困ったらフィッシュル入れておけば大体なんとかなりますね。最後は7です。まあ先ほどもねヒーラーというかサブヒーラーは必須という話をしましたが、7の中でも継続回復が得意なキャラになっています。また元素スキルで安定してね周囲に氷元素をばらまいてくれますんで、拡散反応も起こしやすくなります。7がいない場合でもバーバラでももちろん代用可能ですね。あとはもちろん風元素キャラも一枠採用したいです。ウェンティ、ジン、スクロースみんな優秀になっていますし、風キャラを採用すればね元素共鳴が発動するっていうのもありますし、元素ゲージの回収も結構楽になります。他にもね、行く秋だったりも相性いいですし、結構相性いいキャラを挙げるとキリがないぐらいなんですが、まあとりあえず僕がおすすめしたいキャラはこの辺になってます。はい、というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございます。最後にですね、僕の結論といいますか、まあ、ショーは実際のところ、無凸でも強いのか、引いた方がいいのかっていうところを率直に話したいと思います。まず、ショーは、無凸でもですね、動画で見てもらった通り、ダメージはめちゃくちゃ出せます。落下攻撃は特に凄まじい火力が出せますんで、まあ、火力キャラとして見れば、今までの中でも最高峰の性能を持ってると思います。というより凸効果がそんなに他キャラに比べると強くありません。1凸6凸は強いと思うんですが、まあ、無理に課金して取りに行くほどではないかなという印象です。ただショーというキャラ火力が高いのはもちろんそうなんですが、反面デメリットも大きいです。特に元素爆発前提でありながら元素ゲージが溜めづらいっていうのは結構致命的な弱点だなと感じました。なんでそこら辺を補完できる、そこら辺とね付き合って使っていけるよっていう方だけにお勧めしたいです。あとは星5の槍を持っている、特にね火白炎を持っているという方には間違いなくおすすめできます。特にね現状あの星5の槍って使い道があまりないですから、腐らしておくのももったいないですからね、ぜひショーに装備させてあげてほしいと思います。残りの判断基準としてはフィッシュルが貫突できている、シャンリンが4突できている、あるいは風キャラジンだったりスクロースウェンティあたりが育っているという方であればうまく使えるキャラだなと僕は思います。まあそれと単純にショーが好きだという方ですね。個人的に設定がものすごくツボですし、あの PV2 つもめちゃくちゃかっこよかったんで、まあそういう意味でもね、ショーは育成していきたいなというキャラになってました。ではね、今回の動画は以上になりますが、また今後も原神の動画バンバン上げていきますんで、よければチャンネル登録お願いします。それでは。